はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。本日も新流行り神3やっていこうと思います。さあ、前回はゆうかさんの話をがっつり聞きましたけれども、今回は切り裂き水明先生をね、突撃インタビューまあ、もといお話をいっぱい聞いて、もう未然の事件がね、防げるといいんですけどね。どうでしょう、やっていきましょう。間宮くんの要領を得ない説明では、君たちが聞きたいのはミイラのことらしいが要領を得ない説明言ってしまった。ああ、教授はどう考えてるんだ。あのミイラが神話の両面宿儺か、都市伝説のそれかということか。ええ、それも聞きたいのですが、実際に調べてどう思ったのか気になったもので。やはりミイラが消えたことと二人が殺されたことには何か関係が。まだ具体的なことは分かりません。でも少なくとも誰かが動かしたのは間違いありません。どうしてミイラを動かす必要があったのか、ミイラが消えて得をする人物はいるのか、その答えにたどり着くにはミイラ自体について知っておく必要があると。極端な話ですが、例えばあのミイラが真っ赤な偽物だったとすれば、誰かにとっては消えてしまった方が都合がいいことになります。そのままにしておいて詳しく調べられたら偽物だとバレちまうかもしれねえってことか。犯人の動機はミイラ次第というわけだな。はい、ミイラを調べたのはわずかな時間だったが、少しでも役に立つのなら試験を話しておこう。誰かは脇に置くとして、あれは本物のミイラだ。とても作り物とは思えなかった。全体ではなく一部が偽物だったという可能性は。二つの頭部にも四本の手足にも不自然な点はなかった。まあ数が多いこと自体自然が自然とは言い難いが。ミイラは精巧な作り物でも捏造されたものでもなかったわけですね。消えてしまった以上断定はできない。だが国木田さんが異物を捏造するとは思えない。考古学者にとって異物は何よりも重視すべきものなんだ。それを捏造してしまっては元も子もない。考古学において異物を捏造するということは、警官が犯人の犯行を裏付ける決定的な証拠をでっち上げるようなものだ。それをやっちまったらおしまいだな。ですが不本意なことに、過去には証拠の捏造を疑わせる事件があったのも事実です。警察官も時には過ちを犯します。おそらく考古学者も。それは否定しない。感情論や倫理観だけで判断すべきではないな。だがそれらを排除したとしても、両面宿儺のミイラの捏造には大きな課題がある。本来の地層でない地層にこっそりと土器を埋め、それを自作自演で発見するのとは訳が違う。まずミイラを用意する必要がある。しかも頭と手足が余分にあるミイラを。次に体長2メートルはあろうかというミイラを誰にも気づかれることなく埋めなければならない。ミイラの発見時にはここに数十人もいた。ほとんどの人が泊まり込みで昼夜を問わずだ。人払いでもしなければ不可能だろう。確かに発掘現場に人目があってはとても無理ですね。それにやはり俺には考古学者が安易に捏造に手を染めるとは思えない。若者は知らないかもしれないが、20年くらい前に大きな捏造が発覚したんだ。その事件は当時定説になっていた時代区分が変わってしまうほどの事件だった。日本の考古学の信用性は地に落ち、考古学者だけでなく歴史学者もまた煽りを受けた。あの捏造事件を知る学者なら決して同じ過ちを繰り返さないだろう。すいません、何も知らずに。いや無理もない。事件は風化するものだ。どんな大きな事件であっても。両面宿儺のミイラが捏造されたものだとすれば、八重樫君と国木田教授が殺された理由も捏造に関係している可能性があったのだが、
本物だってことは間違いないとして、結局どっちの両面宿儺なんだ。ミイラがない以上特定のしようがない。ここで発見されたことを考えれば神話の両面宿儺だと考えるのが無難ではあるが、消えたミイラは都市伝説のスクネか、それとも神話の両面宿儺なのか、どちらであっても捏造の可能性は低そうだ。そしてミイラがスクネだと断定できない以上、ミイラの消えた理由にミイラの正体に関係しているという線はこれ以上たどりようがない。桐崎教授に詳しく調べられると神話の両面宿儺でないことが判明してしまうためにミイラを消したという推理は、ミイラの正体がスクネであることを前提としているからだ。となれば最も単純な理由、金銭的な価値に目をつけてミイラを盗み出したという線を追うべきだろう。堤さん、島津さん、相川さんに八重樫君と国木田教授についての話を聞きつつ探りを入れてみよう。そういえば桐崎教授はご存知ですか、堤さんの専門分野について。いや、知らないな。相川さんとのやり取りでは古墳時代の土器、はじきか、あるいは末期の専門家のようだが、優香さんの話では古墳時代の専門家ではないそうなんです。それが事実だとすると、どうして彼女がプロジェクトチームに参加することに。桐崎教授はそう問いかけたが、私が答えるよりも早く付け加えるように言った。俺に聞いたということは、間宮君は理由を明かさなかったんだな。はい、事情に何か心当たりがあればと思ったのですが。申し訳ないが、思い当たる節はないな。そうですか。堤さんの参加理由について知ることはできなかったが、桐崎教授も疑問に思うと分かっただけでも十分だ。堤さん本人に確かめるべきだろう。さあ、優香さんよりも早く話は終わりましたね。堤さんの許可を得て瀬名君と部屋に足を踏み入れると、彼女が開口一番に聞いてきた。私が二人を殺したとでも。いえ、捜査を進めるために話を伺いたいだけです。それを鵜呑みにしてもいいものかしら。任意の事情聴取なら弁護士の立ち会いを要求するわ。容疑者に対する取り調べではありません。事件の関係者に話を聞いているだけなので。それに堤さんは国木田教授の遺体の第一発見者です。発見時の状況を聞くのは通常の手順です。この状況で通常も何もないでしょう。そりゃそうだ。生き埋め状態での捜査なんざ前代未聞だろうよ。まあいいわ、そこに椅子があるからご自由に。瀬名君が壁際にあったパイプ椅子を引っ張り出して堤さんと向き合うように並べてくれた。場所は部屋の四隅の一角だ。堤さんの背にしている組み立て式の机には化粧品が並び、携帯用の三面鏡も置かれている。堤さんは部屋にいても特徴的なスカーフを外していない。やはり身なりへのこだわりがあるようだ。国木田先生を見つけた時のことならもう話したと思うけど、確か物音が聞こえた気がしてミイラ部屋に行ってみたら教授が死んでたって話だったな。正確には通路にいる時に物音を聞いたのよ。それで遺物保管区画に行って誰もいなかったから、さらに奥のミイラ保管区画に入った。国木田先生がどんな状態だったかはあなたたちの方がずっと詳しいでしょう。犯人扱いじゃなくても何度もあれこれつつき回されるのは不愉快よ。一度で済ませてしまいたいわ。他に聞きたいことはあるかしら。さあ、被害者について、相川さんについて、島津さんについて、まあ全部かな。島津さんについてまず聞いてみようか。島津さんについてはどんな印象？あの人はどう見ても素人よ。両面宿儺関係の発掘現場によく顔を出すらしくて、宿儺爺さんとか呼ばれてるみたいだけど、考古学と呼べるような知識は持ってないわ。
私に言わせれば彼はただの物見遊山よ。迷惑以外の何者でもないわ。島津さんに思うところがあるとすれば、たとえ発掘補助のボランティアでも人選はしっかり行うべきということだけね。やはり島津さんの興味は両面宿儺に限られているようだ。ミイラを動かした、盗んだのは彼なのだろうか。他に聞きたいことはあるかしら。全部聞かせてくれるみたいですね。じゃあ次、相川さんについて。あんまりなんか印象良くなさそうだけど、相川さんの印象を伺えますか。彼女はとても仕事熱心よ。とはいえ自分自身のためじゃなくて国木田先生のためだったんじゃないかしら。教授のために助手として頑張ってたってことか。もちろんそれもあるとは思うけど、国木田先生に気があったのは明らかよ。二人は男女の仲だったと。いいえ、やましい関係ではなかったわ。国木田先生が相川さんを相手にしていなかったから、そもそも彼女の思いに気づいてなかったのかも。気づいてなかったといえば相川さんも同じね。どういう意味ですか。彼女も八重樫君の気持ちに気づいてなかったから。つまり相川さんは栗木田教授に、八重樫君は相川さんに思いを寄せていた。そして国木田教授は相川さんの行為に気づかず、相川さんもまた八重樫君の行為に気づいていなかったということですか。ええ、少なくとも私にはそう見えたわ。そういえばプロジェクトチームの人間関係について、優香さんは愛憎が渦巻いていると言っていた。この3人のことなのだろうか。相川さんと八重樫君の気持ちはどちらも片思いで、相手が思いを寄せられていることに気づいていないなら複雑な関係ではないように思えるが、どうなんでしょうね。他に聞きたいことはあるかしら。さあ、じゃあ最後に被害者について聞いていきましょう。八重樫君と国木田教授が誰かに恨みを抱かれていたということはありませんか。さあ、それだけか。なかったと断言すんならまだしも、そうじゃなきゃなんかもっといろいろ言うことがあるんじゃねえか。勝手に決めないで。同じ大学にいても接点があるとは限らないのよ。でもプロジェクトチームのメンバーだろ。 G 大学のどっかの誰かってわけじゃねえ。確かにそうだけど、それでもたった数ヶ月の中よ。思い当たらないものは思い当たらないわ。なるほど、もう話は十分でしょ。あと一つだけいいですか。どうしてわざわざ聞くのよ。拒否させるつもりなんてないくせに。すいません、これで最後にしますので。じゃあさっさとして。両面宿儺の研究はいつからプロジェクトに関わるようになってからよ。では専門分野ではないんですね。ええ、正直なところ古墳時代には魅力を感じないわ。私の主な研究対象は縄文時代の土器群だもの。古墳時代の専門家というわけでもないのにプロジェクトチームに参加しているのはどうしてなんですか。大学の意向だからよ。大学は両面宿儺のミイラの発見を G 大学という存在の世に知らしめるためのチャンスだと考えているの。それで大掛かりな撮影機材を持ち込んでたのか。大学が私をプロジェクトチームに加えたのは知識に期待したからじゃない、見栄えの問題なのよ。堤さんは自重するように言った。私は後追いでプロジェクトチームにねじ込まれた体のいい広告塔ってところね。住み分けにも大学の意図が透けて見えるわ。発掘作業の段取りのような実務は国木田先生が担い、メディアなどの対外的な対応は私の担当なんだから。堤さんの言っていることが事実なら、両面宿儺に限らず古墳時代の専門家でなくとも筋が通る。そして国木田教授とは全く別の意味だが、両面宿儺のミイラが消えてしまっては困る立場にある。売り払うためにミイラを盗む可能性は低いかもしれない。ずいぶん不満そうだが、見ようによっちゃ両面宿儺の発見はあんたの手柄になるんじゃねえのか。少なくともあんたが損してるとは思えねえ。そう割り切れば悪い話でもないのかも。
国木田教授はそのことをどう思っていたんですか？普通の人なら心よくは思わないでしょうね。でも国木田先生は気にも留めてなかったと思うわ。あの人は名誉や手柄にはあまり関心がなかった。こだわっていたのは両面宿儺の真実を明らかにすることだけだったわ。今にして思えばこだわりというよりもむしろ純粋な夢のようなものだったのかもね。入場石棺を見つけた時、ミイラの頭が2つであることはすぐに分かったの。石棺の欠けていた部分から見えたから。その後腕と足を確認するまではずっとそわそわしていたわ。そわそわというよりもワクワクって感じかしら。遠足に行く前の子供みたいに。そんな状態で数日もいられるなんて、男って何歳になっても子供っぽいわね。でも最近は珍しくピリピリしていたわ。装飾品が見つかったあたりからだと思うけど。あの、どうして手足を確認するまでは何日もかかったんですか？学会があったからよ。学会ってのは大発見を放り出して参加しなきゃなんねえほど重要なもんなのか？そこまでじゃないけど、巡り合わせが悪かったわ。学会の会場は県内で持ち回りになっていて、前回はたまたま G 大学だった。だから私たちが欠席するわけにもいかなかったの。余談だけど、学会がなければ発掘の最中に例の脅迫状が届くこともなかったと思うわ。どういう意味だよ。両面宿儺のミイラのことは発掘調査が終わってから発表するつもりだった。でも国木田先生が口を滑らせて何人かに両面宿儺のミイラのことを話してしまったの。立ち話でのことで内密にと言っていたけど、人の口には戸が立てられないですね。まさしくね。二人がここを離れていた間、発掘作業は中断していたんですか？相川さんがいれば作業を進めることもできたんだけど、国木田先生の両面宿儺にかける思いを汲んでか、彼女がそうはしなかった。作業が中断していた間、ここは無人に？いいえ、普通は発掘現場を見張る必要なんてないけど、両面宿儺のミイラがあるから無人にもできなかった。それで相川さんと八重樫くんが残ることになったの。島津さんも残りたかったらしいけど遠慮してもらったわ。数日とはいえ発掘作業を進めるわけにもいかねえし、こんな場所じゃさぞ退屈だっただろうな。別に作業が禁止ってわけでもないわ。出土品の仕分けとか細々とした作業をしていたそうよ。数日間相川さんと八重樫くんしかいなかったのなら、人払いをするまでもなく人目はなかったはず。ミイラを捏造する時間だけはあったことになる。だが国木田教授の助手とはいえ、大学院生の相川さんと学生の八重樫くんだけでミイラを捏造することができるのだろうか。やはり捏造する時間があったというだけでは捏造の線は細いままだ。となると先に話を聞くべきなのは島津さんだろう。両面宿儺に強い関心を持っているのに考古学の知識が全くないというのは腑に落ちない。どんな話が聞けますかね。島津さんの部屋の中央には3つのパイプ椅子が置かれていた。奥に1つ、手前に2つ。島津さんは奥の椅子に座り腕組みをしている。私たちが来るのを待ち構えていたようだ。私と瀬名くんが椅子に腰を下ろすと島津さんが聞いてきた。それでどうするんだ？何のことですか？ミイラのことに決まってるだろ。どうやってミイラを探すんだ？ミイラを探すよりもまず関係者全員に話を聞くべきだと考えています。そんな悠長なことを言ってる場合じゃないだろ。ただり終わらせるにはミイラを戻すしかないんだ。まあまあちょっと落ち着けって。全員に話を聞いて、それでもやっぱたたりってことになりゃ全力で探すから。それで手遅れでなければいいが。手遅れにならないためにも協力してください。わかった。そういうことならさっさと済ませよう。何でも聞いてくれ。島津さんに確認すべきことは、さあさっきと同じ3択かな。それぞれの人と被害者について上から行きましょうか。
被害者の二人が誰かに恨みを抱かれていたということはありませんか？恨まれるようなタイプには見えなかったよ。国木田先生は選ぶるところがなかったし、何度作業を間違えても青筋を立てることもなかった。八重樫君は力仕事を代わってくれと頼んでも嫌な顔一つしなかったな。恨みとは無縁そうだったよ。まあ私は大学関係者じゃないから発掘現場でのことしかわからないけど、でもあのミイラを外に出したのは国木田先生だし、八重樫君も手伝ってた。宿儺にだけは恨まれていても不思議じゃない。八重樫君と国木田教授に恨みを抱いた両面宿儺のミイラが二人を殺害した。島津さんは本気でそう考えているのだろうか。島津さんに確認すべきことは。さああと2つ、堤さんについて怒られてそうですよね。堤さんの印象は？そんなの聞くまでもないだろう。どこからどう見ても正真正銘の嫌な女だ。いつもツンケンしてるし、何かにつけてガミガミ言ってくる。何が気に入らないのかは知らないけど、発掘に加わった時からずっと不満げな顔だよ。それにことあるごとに何のかんの文句を言って相川さんを困らせてる。どこの会社にもいるおつぼね様って感じだ。外見に恵まれて蝶よ花よで甘やかされて育てられると、みんなああいう風になるのかな。見た目がいいと世間は甘い顔をするから。そろそろ切り上げた方がいいかもしれない。このまま聞いていても島津さんの口から出てくるのは堤さんへの不平不満だけだろう。すごいですね、わかりやすい。島津さんに確認すべきことは。さあ相川さんについて聞きましょう。なんかいい印象を持ってそうだけどね。相川さんにはどんな印象は？もちろんいい印象だよ。あの子は常に礼儀正しいし、どんな時でも気遣いを忘れない。それに生真面目じゃないほどに真面目じゃな勝手にじゃなーにしちゃった不機嫌そうにしているものも見たことがない。孫に欲しいくらいだよ。まあそもそも私には子供もいないけど、なんだそりゃ。ともかく彼女は誰にでも分け隔てなく接するいい子だよ。相川さんの人柄の良さは分かったが、これといって有力な情報はなさそうだ。他にも聞きたいことがあるのか？最後にあなた自身のことを聞かせてください。どこから話せばいい？物心ついた時からか？いや別にあんたの人生を知りてえってわけじゃねえから。あなたは両面宿儺と関係がありそうな発掘調査によく顔を出しているとか。まあそこそこだよ。両面宿儺だけじゃなくて彼の生きていた旧石器時代にも興味が？ああそれなりにかな。ほら旧石器時代のことを知らないと発掘の時あれやこれやで困るから。両面宿儺は古墳時代の人物ですよ。そうだったか。まあ大体そのあたりだろう。なんとかごまかそうとしているが、島津さんはどう見てもしどろもどろだ。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、そしてようやく古墳時代ですが。勉強についちゃ人のことを言えたぎりじゃねえが、あんたちょっと考古学に興味なさすぎだろう。あんたにとっての両面宿儺はただのお宝なんじゃねえのか。つい出来心で盗んじまったなら素直に白状した方が身のためだぜ。わかった、全部話す。でもあんたたちは完全に誤解してる。どこがどう誤解だってんだよ。あなたは学術的興味から発掘補助のボランティアをしているわけじゃない、そうですね。ああ発掘に参加していたのは両面宿儺を見つけるためだ。それでやっと見つかったミイラを盗んだってわけか。いや盗んじゃいない。でも盗むつもりだった。どうにかしてミイラを元の場所に戻させて。そうだ、例の脅迫状を送ったのもあなたですね。それも認める。なんで脅迫状を送ってまで盗もうとしたんだ。やっぱ金のためか。違う、そんな理由じゃない。それだな、教えてください。
どうしてミイラを盗もうとしたのか。わかったよ。でも何から説明したらいいものか。頭を抱えた島津さんが独り言のように続ける。そもそもあのミイラが双子だって話も信じてもらえるかどうか。ミイラが双子？それはスクナとスクネのことですか？どうして二人のことを知ってるんだ。目を見張った島津さんは叫ぶように言った。彼の驚きは私たちの比ではなかったらしい。それはこっちのセリフだ。両面スクナのミイラの正体が双子だったって話はネット掲示板では明かされてねえ情報だ。一般的な両面スクナの都市伝説に双子は出てこない。カルト教団の関係者だけが知る内容だからだ。ってことはじいさん、あんたは。待て待て、私はカルト教団とは無関係だ。関係者だったのは私の祖父だよ。君たちこそどうして知ってるんだ。優香さんには口止めされているが、島津さんから正確な情報を聞き出すにはこちらの手の内を明かして信用を得る必要がある。それに優香さんの話と島津さんの話が合致すれば内容の信頼度が高まることにもなる。これは優香さんの取材で分かった話ですが、さあどうですかね、一致しますかね。なるほど、共通点はあるが私の知っている話とは違うな。多分間宮さんが話を聞いた相手は教団組織の末端の子孫だったのだろう。私の祖父は幹部ではなかったが、それに次ぐ地位にいたらしい。だから知っていたんだ、両面スクナの真実とカルト教団の顛末を。話してもらえますね。そうするしかないだろう。金のためにミイラを盗もうとしたんじゃないと分かってもらうためには。確信から話そう。話の肝はスクネだけではなく兄のスクナにも特殊な力があったことだ。あ、どっちも？そうなんだ。考えてもみろ、スクナとスクネは双子なのに弟のスクネだけに超能力があるのは不自然じゃないか。兄のスクナにも予知能力が。いや、予知能力じゃない。君たちの話にも出てきた人面相だよ。自分を殺した相手に人面相となって憑依してもう一つの頭部となることで、より取り付いた人物の体を完全に我が物にする。それがスクナの力だったんだ。じゃあスクナがスクネの体に移れたのは教団の呪術が効いたからじゃなくて、自分自身に特殊な能力があったからってことか。祖父から聞いた話にはその呪術は出てこない。それにスクナはすぐにはスクネの体に宿っていない。スクネじゃなきゃ誰に憑依したんだ。自分を殺した相手に憑依する。それが事実だとすれば。あ、ごめん間違えた、サキだった。スクナが憑依した相手はスクネじゃないわ。スクネを襲い彼をかばったスクナに瀕死の重傷を負わせた人物ということになる。その通りだよ。襲撃者に殺されたことで人面相の力に目覚めたスクナは襲撃者の体を乗っ取ることで死から蘇ったんだ。だがミイラの正体がスクナを宿したスクネなら、スクナはスクネに憑依したってことだろう。その後何があったんだ。スクナはもともと手段を選ばない性格だったが、人面相の力を手に入れたことでより残虐になっていった。気に入った体を手に入れるためにあえて自分を殺すよう仕向け相手に憑依する。そうやって次から次へと新しい体に移ったんだ。そして新しい体に移るたびにスクナの行動には歯止めがかからなくなっていった。スクナの暴走は残忍な教祖さえも手を焼くほどだったらしい。スクネはスクナの暴挙を嘆くだけだったが、あることがきっかけでスクナを止める決意をした。どうやって止めるんだ。スクナを殺しまったら憑依されるんだろう。それでも止める方法はあるわ。我が身を顧みなければ。どういうことだよ。
スクナを殺して自分の体に憑依させ、そのまま自殺すればスクナは次の体に移れない。コメド、さすがは刑事だな。スクネはまさにそれをやったんだ。スクネがミイラになったのはなんでなんだ？やっぱ教祖が両面スクナのミイラとして利用したからか？いや、そうじゃない。それならどうしてミイラに？ユーカさんの話では教祖を殺害したスクネは人々を救うために自らの意思で即身仏になろうとした。それならミイラになって発見されても筋が通るけれど、その答えも両面スクナの真実を教団の顛末にあるんだ。さっきも言ったが、スクネがスクナを止めようと思ったのにはきっかけがあった。関東大震災の予知ですね。そうだ。でもスクネには分かっていた。これまでの天才と同じように予言として伝えても関東大震災の被害を抑えることはできないと。だからせめてスクナだけでも止めようと考えた。そしてその時別の妙案が浮かんだんだ。スクナだけでなく教祖と教団を葬ることができる方法、それが即身仏だ。スクナが憑依した相手を完全に乗っ取るにはしばらく時間がかかるらしい。スクネはその時間を無駄にしなかった。最後の説得に応じなかったスクナを手にかけて、スクネは関東大震災のことを予言した。日本全土が滅びる未来が見えた。だが教団も巻き添えになり滅んでしまう。滅びを回避するには自分と教祖とが即身仏となることで教団の救い主になるしかないと。だが教祖は予言されたからって、間違った、これはセナだった。素直にミイラになるような玉じゃねえだろ。本人はそうでも拒否はできないわ。教団が滅ぶと予言されたのに我が身可愛さで即身仏になることを拒めば権威が揺らいでしまう。そういうことだよ。もちろんそれでも教祖は教団のために本気で我が身を捧げるような人物じゃなかった。秘密裏に一部の幹部と話をつけ、脱出の手はずを整えた後に石棺に入った。だが幹部たちは教祖との密約を保護にした。恐怖で教団を支配していた教祖を見限ったんだ。教祖、スクネ、スクナ、3人の存在なしでは教団は成り立たない。幹部たちは解散することを決め、教団たちは口をつぐみ普通の生活へと戻っていった。スクナを宿したスクネと教祖を治めた2つの石棺は土に埋められたまま掘り起こされることはなかった。それで終わりかよ。ミイラを盗もうとした理由は分からずじまいだぜ。ここから先は個人的な話なんだ。祖父は今話した事実を誰にも明かせず、罪悪感を抱えたままの人生を送った。でも死の間際に唯一の肉親である私に全てを話したんだ。罪から逃れるためじゃなく、ある頼み事をするために。祖父はずっと考えていたようなんだ。スクナと教団を止めるために自ら犠牲となったスクネこそ即身仏として祀られるのにふさわしいと。スクネのミイラを見つけ出して即身仏にすること、そして教団の真実を明らかにすること、それが臨終間際の祖父の頼み事だったんだ。石棺を埋めた詳細な場所は祖父にもわからなかった。幹部しか把握していなかったからだよ。祖父が知っていたのは G 県のどこかということだけだ。だからあんたは両面スクナと関係ありそうな発掘現場でボランティアをしてたんだな。考古学に詳しくないのは、探していたのが神話の両面スクナではなく都市伝説の両面スクナ、スクネだったからなんですね。考古学に興味がないし、肉体労働は体に応えるが、祖父の思いを汲めば投げ出すわけにもいかなかった。見上げた根性だな。見直したぜ。瀬名君は島津さんの使命感に心を打たれたらしい。そんな格好のいいもんじゃないよ。国北先生たちには真相を話すつもりだった。でもいざミイラが見つかると騒ぎがどんどん大きくなってしまった。
脅迫状で少しでも作業が止まれば落ち着いて話を聞いてもらえると思ったんだが、状況は何も変わらなかった。だから盗むしかないと思った。当てがあったわけでもないし、方法も見当がつかないが、スクネのミイラを即身仏と認めてもらうには実物が必要なことだけは確かだ。でも盗む前にミイラは消えてしまい、八重樫君が殺され、国木田先生まで。今回のことが両面スクナのたたりなら、ミイラを元の場所に戻せば全部終わる。そう信じたかったが、八重樫君と国木田先生の異常な死に方を見れば、犯人が誰かは明らかだよ。あんな風に残酷に人を殺せるのは、人面相となって誰かの体を乗っ取ったスクナだけだ。スクナはスクネの自殺で死んだはずだろ。消えちまったが、ちゃんとミイラになってたじゃねえか。また蘇ったんだ。他に説明がつかない。石棺を掘り出したことで私たちはスクナを解き放ってしまったんだ。本当にそうなのだろうか。さあ、ここでセルフクエーションが入りますね。ちょっと長くなりそうなので、ここで一区切りにしましょうかね。セルフクエーションが終わったら区切ろうと思います。では犯人と発見されたミイラについて。島津さんの話の通りだとすると、八重樫君と国木田教授を殺した犯人はスクナを宿した堤さんか相川さんということになる。そして発掘されたミイラは神話の両面スクナではなく、都市伝説の両面スクナだったことになる。その正体は、はい、即身仏かカルト教団の幹部か。即身仏の方だったと思うけど、いかがでしょうか。即身仏だ。死後においても人々の救済を祈るために自ら死して滅びない肉体となる。それが日本におけるミイラ、即身仏だ。カルト教団が解散したことが事実なら、即身仏は別の意味でも人々の役に立ったというわけだ。両面スクナのミイラとされていた人物こそ、即身仏を利用してカルト教団を壊滅させた張本人。それは、さあ、教祖か双子の片割れか。まあ双子ですね。双子の片割れだ。計略によってカルト集団を壊滅させた彼こそ、あ、カルト教団だったか、即身仏として祀られるのにふさわしい。島津さんの祖父はそう考えていたらしい。入場石棺に入り、ミイラとして見つかる可能性があるのは教祖か双子のどちらかだ。そして国木田教授たちの発見したミイラが教祖でないことは疑いようもない。なぜなら彼らの発見したミイラには頭が2つあったからだ。両面スクナのミイラだと思われていたのは双子のミイラであり、その実態は、はい、スクネを宿したスクナか、スクナを宿したスクネか。いやー、これは分かりづらいですね。いい子はスクネの方ですね。スクナを宿したスクネだ。双子の弟のスクネは人面相の力を手に入れた兄、スクナの暴挙を止めるため兄に手をかけた。そして入場石棺に入ることで自らの命を絶った。ミイラはスクナを宿したスクネの慣れの果てだ。ミイラの2つの頭部はスクネ本人の頭と彼に憑依したスクナの頭だろう。ただまだ説明がつかない点が残っている。それは、さあ、手足の数は合ってるかな。頭部と手足が切断され、そうだよね、確かに。なんで切断されていたんだろう。頭部と手足が切断されていたことだ。ミイラは頭と手足が胴体から切り離されていた。石棺の中で生き絶え、ミイラとなったスクネが自分の体を切り刻むわけがない。仮に死を迎える前にスクネが自分の手足を切断したとしても、石棺の中で自分の首を切り落とすことは不可能だ。スクネ以外の何者が首を切断したのか、何者かがかな、首を切断したのは間違いない。それにミイラとスクネには隔たりがある。頭の数こそ同じだが、手足の数が合致しない。まあそうだね。ミイラには4本ずつの手足があった。だが一方のスクネの手足は2本ずつのはずだ。
通してスクネの手足は増えたのか、なぜ頭と手足を切断する必要があったのか、その答えは、別のミイラを見つけたからか、神話の両面宿儺に仕立てるためか、まあ下はちょっと考えづらいですね。神話の両面宿儺に仕立てるためではないだろうか。宿儺のミイラにはもともと頭が2つあった。手足を2本ずつ加えるだけで神話に記された両面宿儺の姿にできることになる。そして島津さんの話が事実なら、ミイラはもう1体ある。教祖のミイラだ。教祖のミイラから手足を切り離して宿儺のミイラに出せば、簡単に手足を増やすことができる。宿儺の頭部と手足を切断したのは、手足を加えたことを悟られないためではないだろうか。つまり消えた両面宿儺のミイラは、宿儺と教祖のミイラを合わせて作られたもの、捏造されたものだった可能性がある。仮にミイラが捏造されたものだったとすると、捏造する時間があったのは誰だろう。さあ、相川さんと八重樫くんですね。残っていた2人、相川さんと八重樫くんだけだ。国木田教授と堤さんが学会に参加している間、発掘作業は中断していた。この発掘現場にいたのは相川さんと八重樫くんだけだった。2人にはミイラを捏造する絶好の機会があったことになる。そしてミイラの全容が判明したのは学会の後、国木田教授と堤さんが戻り作業を再開してからだった。タイミングも申し分ないと言える。捏造について相川さんに厚く確認するべきだろう。だがもし相川さんがミイラを捏造していたとしても、まだ彼女が2人を殺害したと断定することはできない。仮に島津さんの話が全て真実だとして、相川さんが宿儺に憑依されているとすれば、気になるのは、捏造と殺人についてか、憑依についてか。そうですね、まだ乗り移られてる可能性はありますよね。オカルトルートだしね。憑依についてだ。宿儺が宿儺に一面祖となって憑依したのは、宿儺が宿儺を殺したからだ。その後入場石棺に入ることで宿儺は自害した。だから宿儺は次の体に移れず、宿儺と共に死ぬことになった。だが仮に相川さんに宿儺が憑依しているとすれば、そうはならなかったということだ。引っかかるものを感じるのは、相川さんが宿儺にいつ憑依されたのか、なぜ憑依されたのか。なぜはもう理由はもういいかなと思いますよね。どのタイミングで憑依されたかが知りたい。いつ憑依されたのかということだ。正確のところはわからないが、相川さんが宿儺を宿した宿儺と接触したのは、入場石棺の蓋を開けた時ではないだろうか。その時から憑依されていたならば、以降の行動のすべてが彼女の意思なのか疑わしくなる。そして今回の一連の出来事は、相川さんが蓋を開けた時から、宿儺に憑依された時から始まった可能性がある。仮に相川さんが捏造に手を染め、八重樫君と国木田教授を殺害していたとしたら、もちろん彼女を逮捕することになる。だが宿儺が相川さんの行動に介入していたとすれば、彼女を逮捕できたとしても、それだけでは事件を解決したことにはならないのかもしれない。これはどうやってね、封印すればいいんでしょうか。悩ましいですね。どうする。俺には話がでっち上げとも思えねえが、宿儺の憑依についてはまだ何とも言えないけれど、ミイラが2体あったとすれば捏造は難しくないわ。相川さんに話を聞いてみましょう。この後に及んで話を聞くなんて、ちょっと怖い気はしますよね。島津さんの不平不満を突然の暗闇が遮った。完全に閉ざされた視界を反射的に上に向けると、天井から吊るされた電球の姿がパッと浮かび上がった。何なんだ。私たちのほぼ真上、部屋の中央にある電球が不定期に明滅を繰り返している。入り口に目を向けると、仕切りのブルーシート越しに見える通路も暗くなったり明るくなったりを繰り返している。
部屋の電球に問題があるわけではないらしい。ということは、まさかもう燃料が、発電機の燃料がつきかけているとしても外に出られない以上補充することはできない。燃料は数日持つって話だったし、接触の問題かもな。どこかが断線しかけてても不思議じゃねえ。そんな動作不良のストロボに照らされていたような景色が前触れもなく平穏を取り戻した。明滅が嘘だったように電球は光光と灯っている。収まったみたいね。見た目じゃわからねえ可能性もあるが、一応ケーブルを確認しておくか。そう言いながら立ち上がると、瀬名君は部屋から出て行った。様子を見てくるから部屋にいてくれ。離れていく瀬名君の声に比例するように島津さんの顔に焦りの色がありありと浮かんできた。もう悠長に話を聞いている場合じゃない。警官が2人いるんだ。手錠も2つあるんだろう。堤さんと相川さんに手錠をかけるべきだ。宿儺に憑依されているのがどっちかはわからないが、2人とも拘束すればみんな安全だ。落ち着いてください。確証もないのにそんな乱暴なことはできません。おっと、また点滅している。不意のめまいのように視界が明滅する。また振り仰ぐと電球は何事もなかったように灯り続けている。突然島津さんが弾かれたように立ち上がった。その煽りを受けて跳ね飛ばされたパイプ椅子が転がる。島津さん立ち上がり、目線の高さを島津さんに合わせる。彼が私に向けた目はどこか焦点が合っていない。聞こえる。何がです？やっぱり聞こえる。島津さんが目を見開いた。耳を澄ますと確かに何かが聞こえる。ああ、尺上の音かな。聞く覚えのある音だ。これはミイラのそばにあったあの尺上の音だ。近づいてきてるかな。尺上の音は徐々に大きくなっている。そんな、次に殺されるのは。振り返り入り口へと目を向ける。近づいているのは宿儺に憑依された人物なのだろうか。前方へと注意を向けたまま、一瞬だけ帰り見るとかな。島津さんは私を盾にするように背に隠れている。尺上の音がさらに鮮明になった。音の主はすぐそこまで迫っている。謎の訪問者に備えて身構えた。まさにその時、あー、停電か。それはまずい、殺されてしまう。視界が暗闇で閉ざされた。あ、先ほどまでとは違い明滅ではない。何秒経っても光は戻らない。明かりが必要だ。早くスマートフォンを。スマートフォンへと伸ばしかけた右腕が引っ張られた。見えないが島津さんが腕にしがみついているようだ。手を離してください。助けてくれ、死にたくない。島津さんはわめくばかりで手を離そうとしない。これではこのままでは拉致が開かない。スマートフォンを左手で引っ張り出して島津さんに揺さぶられながらもライトを点灯させた。ライトの明かりが入り口を照らし出した。誰もいない。いつの間にか尺上の音が聞こえなくなっている。島津さんが急に押し黙り私の腕を離した。入り口に誰もいないと分かったからか、それとも尺上の音が止んでいることに気づいたからだろうか。ライトを飲み込むような暗闇を静けさが支配する。聞こえるのは自分の尺上の、あ、違う、間違えた。自分の鼓動の音だけだ。このまま動かずにいるべきだろうか。部屋の入り口は一箇所だけだ。尺上を鳴らしている人物が誰であろうと正面から入ってくるしかない。入り口のそばで訪問者を待ち構えることもできる。その場合には島津さんのそばを離れることになるが、おっと、選択肢か。これはバッドエンドになりそうな方を振っていこうかな。入り口はちょっと危険だと思うのでこっち行ってみましょう。入り口の近くで待ち構えるべきだろう。
暗闇の中をむやみに動き回りたくはないが、ここで待ち構えていては何かあった時に島津さんにすがりつかれてしまうかもしれない。島津さんはここにいてください。どこへ行くつもりなんだ。心配しないでください。入り口のそばに行くだけです。ここを動かなければあなたは安全です。わかった、言う通りにする。足元を照らしながら入り口へと歩を進める。あと数歩で入り口のそばの壁にたどり着く。ふいに尺上の音が響いた。今までよりもずっと近い。だがなぜか音は背後から聞こえた。どうやって部屋の中に、疑問を抱きながらも素早く振り返った。闇の中に4つの光が横並びで浮かんでいる。場所はおそらくついさっきまで私のいたあたりだ。しまった、島津さんは。スマートフォンのライトを4つの光へと振り向ける。おっと、やばい。これは殴られたかな。あたり明かりが4つの光を照らし出そうとした。その刹那、手に鈍い衝撃が走り、スマートフォンが弾き飛ばされた。回転しながら宙を舞うライトが一瞬だけ私の足元を照らし出した。地面に何かが転がっている。あれは落下したスマートフォンが地面で薄ぼんやりと光っている。ライト側ではなく画面側が上になっているようだ。5歩6歩移動すれば手が届く位置だ。だが一歩も動けなかった。視線すら動かせていない。足元にあったものが目に焼き付いて離れない。ライトの光を浴びたのは一瞬だけだったが、あれは間違いなく島津さんだった。スマートフォンを弾き飛ばしたのは胴体から跳ね飛ばされてきた彼の頭だったのだ。死んでるじゃないですか。何の音も聞こえなかったがどういうことだろう。島津さんのそばを離れるべきではなかった。後悔が頭をもたげた時、パッと部屋が明るくなった。今なら4つの光の正体がわかるはずだ。視線を足元から真正面へと向ける。そんな、それは予想していない。4つの光の正体は4つの目だった。両面スクナ像のように2つの顔が横並びで並んでいる。全く同じに見える2つの顔はあの人の。ああ、犯人の姿を見たらまあ生きてはいられないですよね。突然の暗転は照明が消えたからではない。光を奪われる寸前、ほんの一瞬だったが確かに見た。視界いっぱいに広がる錆だらけの斧の刃を。まだ使われてなかった斧で、まあ島津さんもろとも首をはねられたエンドですかね。バッドエンドでしたね、やっぱり。まあ音の近くに行っちゃいけないのでしょう。エンドナンバー40、その顔は被害者になってしまいました。まあキリがいいので今回はこの辺りでやめようと思うのですが、瀬名くんが一人で行ってしまったのもちょっと気になりますよね。まあ今回は選択肢が2つだったので、次のね、もう一個の方の島津さんから離れない選択肢から進めようと思います。それではここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の新流行り神3でお会いいたしましょう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。